そしてベンディサポーターの皆様、いつも本当にありがとうございます。いつも素敵な横断幕を掲げていただき感謝いたします。今年はネタ切れってことなんで、はい、また来年期待してます。ではすごく素敵な横断幕でいつも感謝しております。さて、こうして皆様の前でお話しするのも11回目となりました。大変光栄です。ムールをご存じない方のために簡単にご説明しますと、弊社は眠りで世界の人を元気にするというビジョンで寝具・家具の販売と睡眠教育の事業を行っています。寝具・家具の方は皆様に知っていただいているかもしれませんが、睡眠教育の方はまだまだと思います。その代表例が今月初めに言われました通信教育の大手ユーキャン様との共同開発で睡眠セルフマネジメントという講座が始まりました。自宅にいながら睡眠についての知識学習を効果的にできますので、ぜひ知っておいてください。また少し報告ですが、昨年末の第19回多摩ブルーグリーン賞でムールが最優秀経営賞を受賞しました。ありがとうございます。史上最多となる153企業からも選出したので大変嬉しく思います。皆様のご支援のためだと思っておりますし、ベルギーのスポンサー企業として少しは誇れる受賞となりました。ありがとうございます。さて、今年で11回目と申しましたが、それは2012年7月22日のロアッソ熊本戦がスタートでした。同年の6月1日に自分からコーポレートパートナーに申し込んだのが始まりでした。当時の担当者とのやり取りで、地元のベンチャー企業でスポンサーになったのは珍しい、一緒に地元を盛り上げることに取り組んでいこうと書いておりました。その後、ベンディさんとは今日の MLで睡眠改善プログラム、グリーンハートルーム、メディナルユニコムなど、また日野市小学生のランドセルカバー協賛など数多くの取り組みを行ってきました。今年の4月には立川に睡眠体験ショールームができたことで、選手の皆様との交流が活性化しました。ベルディの奈良選手、立川選手、杉本選手、中澤選手など、またベレーザの選手の皆様にも来ていただいています。皆様もぜひお越しください。このように当時の思いを毎年具現化していった結果、あっという間に11年経ちました。その間、ベルディも弊社も様々な問題にいつも直面しながらやっています。なぜ11年続いたのかですが、それは本質的な気持ちの部分ではないかと思います。私はスポーツが好きですし、そこに関わる熱い思いを持った人たちの空気が好きです。それはベルディのスタッフさんであったり、選手、監督、コーチ、ご家族の皆さんであったり、そしてサポーターの皆さんです。私はそういった皆さんとベルディの活躍を楽しみたい、喜びや悲しみを共有していきたい、そんな思いなのだと思います。さらに地域に愛着を持ってます。地域を代表するベルディに自分ができることに関わりたい、そういう思いで継続させていただいていると思います。長くなりましたが、今度の私の理想です。私はエムールを多摩地域から世界へという思いで経営しております。今までアメリカ、カナダでの販売をしていましたが、今年の8月からはドイツでの販売もスタートしました。ありがとうございます。今では国内よりも海外の売上の伸び率が高いくらいです。日本の文化を背景にした寝具・家具を世界に広めていきます。そして東京ベルディとともに世界に挑戦していきたいという思いを持っていますし、そういう未来をいつもイメージしております。エムールももっと大きくなりますので、ぜひ今後も応援ください。最後に試合の話ですが、実はエムールといえば勝率が良く、過去10年で6勝1敗3負け、15得点6失点、勝ち点21です。こういうルールはとても大事だと思います。私たちも、私と皆さんのポジティブな気が選手に乗り移り、勝利に向かうのだと思います。マン・オブ・ザ・マッチで皆様の前にもう一度お姿をお見せできることを楽しみにしております。ぜひ今日も勝ちましょう。ご清聴ありがとうございました。